ビリナミユヒです。トモノリです。はい、ということで久しぶりに、はい、トモノリさん出てきました。はい、2回目です。2回目です。はい、もう今日で、9回目。お、早いですね。あ、もうそんなになるんです。うちの2回目、はい、諸事情によって、はい、はい、いろいろやってますけれども、はい、どうですかどうですか。いや、これまでの経緯ですか。まあまあまあ、何でも好きにして。ああ、まあまあ、はい、いいんじゃないですか。何がや。あ、やそれ。いやいやいや、自分で自画自賛みたいで。ああ、自画自賛ね。いや、まあ、いいんじゃないですか。みんなでこう、和気あいあいと面白いものをしようじゃないかっていう話。何それ、人から目線。他人から目線。いやいや、まあまあ、客観的な、こう、画面の向こう側から見た感想みたいなね。まあいいでしょう。はい、ということで、のだめ TV スタートです。はい、今日のコーナー、はい、はい、今日のコーナーですが、はい、まあ、前回トモノリ君出てきた時には、はい、フリスク、はい、そうですね、シャーベットは、はい、オレンジ色のやつですね、はいはい、今日は私からプレゼンがあります。お、じゃじゃん。何ですかこれはしかもこれ中身だけ、はい、蒸気でホットアイマスクメグリーズーム。何ですかそれは。アイマスクなんですけど、使い捨てのアイマスクで、あの蒸気が出ます。40度ぐらいの。ああああああ。で、顔から出てるんですけど、まあ、これ、あの、多分テレビで誰かしらが、はい、これいいですとか言ってはって、はい、でそこからバカ売れしてたけど、実際ここで私が二度押し、まあ意味ないけどしようっていうか、まあ超気持ちいいので持ってきました。これは、ラベンダーセージの香り好きですけど、 あと無香料と、あとカモミールベースの香りがあって、どっちもカモミールとこのラベンダーとしたんですけど、まあまあいい匂いです。匂いと、うん、あったかいのが、うん、目と鼻にくる。そうそうですね。で、目がこう蒸気やから、こう湿気がもわっと目に来て、うん、でカットされて、それが10分ぐらいかな、これ10分ぐらいカットされて終わり。使い捨てなんで。ああ、で使用後はすっきりする感じですか。そうそう、超なんか、うん、あのカットされた分ヒヤッとしてするし、うん、でも私はいつも寝る前にするんで、うん、スポンと寝る。おお、眠りやすくなると。寝れる。で、これは5枚入りが500円ぐらいで売ってるから1個100円ぐらいなんだけど、なんせ気持ちいいから寝方こと。お休み前、リラックスタイム、飛行機や電車での移動時に、オフィスの休憩時間です。たださ、これさ、飛行機は前に電車でやってる人見たらちょっと引くかも。新幹線やったら分かるけど、あれでしょ、匂い出るんでしょ。え、自分ぐらい。あ、そんなにきついというか強くはない。強くはない、その蒸気に紛れてこう多分出るぐらいから、そんな部屋中こもるぐらいの匂いじゃないでしょ。気持ちいいと。超気持ちいい。あとね、10個いるかなっていう大きいパックもある。なんせこれは気持ちいいよ。なんかマスクみたいな、あります、不織布みたいな。そうそう、で、こうガボッと中になんか入ってるんですね。こう目のとこに厚みがあって、蒸気が出そうときはこうパッとした。ええパッと。何が。え、ここアイマスクのこう厚みがパッと、ああ、ふわっとポッとなって、カッとされて、モワッとなって、湿気とで、シュート絞る。もう、ぼちぼち絞る。ぼちぼち絞る。ぼちぼち絞るから。ぼちぼち。だいたい気がついたとか、終わった後は朝やから寝る前やからね。ピロッと落ちとるから。つけてる。終わってる。つけたまま寝て、起きたらその辺に散らかってる。散らかってる。だから、いつ
冷たくなりだしたかもわからず、なんかなんか終わりかけたかなぐらいに寝る私は。約10分間暖かさが続きます。いうことは10分後ぐらいにも寝てしまう。寝れる。そのぐらい気持ちがいいと。いや、うん、本当に気持ちいい。なるほど。蒸気でホット合います。これもうちょっと安くなったらな、私いっぱい買うのに。こういうやつ今回はラベンダー買ってるけど、カモミールもいい匂い。顔、うん、顔出てる。こんな感じですか。今なんかこうプレゼンって言ってもこう言うこと困るね。困りますよ。でもね、前回の僕のフリスクと違って、うん、実際試して。そうや、あれプレゼンでもなんでもないよね。衝動買いに近かったから、バイルとは。これね、はい、奥からじんわりほぐれていく。なんかあの携帯とかやっぱめっちゃ見るっしょ。あ、めっちゃ見るし、パソコンとかめっちゃ見るっしょ。現代社会にはいいかもしれない。男性疲労の方、ぜひぜひということで、はい、私から今日のプレゼンはメグリズムの蒸気でホットアイマスクでした。そうですね、うーん、雨みで、雨みで、はい、雨みで。ではあなたはどののど飴にしますかということで、じゃじゃーん、今日も黒い、はい、雨みちゃんを選んだあなた、はい、アイドルになるといいかも。アイドルですか。アイドルで。アイドルですか。なれますかね。アイドルいいっしょ。私アイドルになる。あ、いいですね。ちょっと、はい、画面の向こうの皆さんにちょっとお願いします。私は大生意気ダンスをします。分かる人には分かる人には分かるかもしれない。はい、まあ、そのくだりはまた今度にしましょう。はいはいはい、アメコを選んだあなた、はい、1時間早起きするといいかも。いいですよ、早起きは。はい、でアメタ君を選んだあなた、うん、映画を見るといいかも。うん、映画館にすぐ行くように。今映画何やったのかね、全然知らないですね。知っときよって話、うん、あ、でもなんか知っとるよ、うん、なんかやってる、なんかでしょ、あれでしょ、深津絵里さんとかじゃない、なんか賞持ってたね、あんな今やってんの。いや、わからない。はい、以上、劇団のため占いでした。さあプレゼントのコーナーよ。はい、前の前のかな、うん、プレゼントの当選者はこちらに出てますので、おめでとうございます。おめでとうございます。はい、今日のプレゼントはこちら、はい、私が一押しのメグリズム蒸気でホットアイマスク、やっぱりこれは1枚取ろうと思ってますけど、うん、5個入りの、箱を、うん、今日はプレゼントしますので、はい、ぜひぜひ応募してくださいね。何名様。1名様。はい、ぜひあのメールで応募してください、はい、待ってます。はい、ということで、はい、今日ものど飴TV おしまいですけれども、はい、久しぶりでしたね。そうですね、課題を残しましたね、今日アイドルを。そうですね、アイドルについて、うん、まあちょっと言いましたけど、大生意気ダンスと言いましたが、うん、今流行りの小生意気ダンスをマスターして、うん、今度ぜひ披露したいなと思います。小生意気ダンスとヒップダンスから、うんうん、それと足ダンス、なんつうか、なんか少女時代、美脚ダンス、あれをこうぜひ取り入れて、うちの美脚メンバーおったっけな、そんな美脚メンバー。美脚ばっかりですよ。そうやったら、はい、美脚ばっかりで、じゃあついでに、みそじアイドル募集しますので、メンバーは、ゆうひと京都と、あと一人、条件が一応身長160前後、まあ、できれば以上で、あと女子、一緒にアイドルしませんかということで。あなたもアイドルだ。流行りの波に乗っていきましょう。はい、ということで、はい、今日ものど飴TVおしまいです。はい。